もしもしもう終わったのか今日も大変だったみたいだなそっかよく頑張ったなな急なんだけどこれから予定あるかうち来るかまな何か食べたくなったんだけど一人で食べるのもなってそれと電話じゃなくて 直接顔を見てお前の話も聞きたいしどうだうん分かったそれじゃあ待ってるおはーいいらっしゃい寒かったろこんなに冷たくなってほら温めてあるから入ってなんか飲み物持ってっか いつまでいいうん分かったはいどうぞよいしょその顔寒かっただけじゃないな気がつかないとでも思ったかわかるよ私にはどれだけ一緒にいると思ってるんだ言いたくないなら聞かないが今回は聞いていいような気がした 言える範囲でいいから話してみないか迷惑だなんて一つも思ったことはない私がしたくてしているんだだから気にするなうん 人には、得て増えてあるし、全部がスムーズにできるわけじゃないのにな。そうか。いくら忙しい時期だとはいえ、さすがにこれはひどいな。慣れてる人には普通にできても、君は初めてなんだし、要点だけでも伝えてほしかったな。後から聞かされた話ってさ、知らなかったから、それは仕方ない。 こんなのが何度もか。なんか嫌な感じだな。私は好きじゃない。頑張ってる人の応援をするならまだしも、みんなの前で補足みたいに後出しで言われて、上げ足取ってたり、上から物を言ったり、そんなのやる気が出るわけがない。疲れてしまう。そうやって、頑張る人の上に立ったとしても、 その人の評価が上がることにはならないのにな本当によく耐えてきたななんか私の方が悔しくなってきた暴れてやりたいまあそんなことしたら君が過ごしにくくなって困るだろう <laughs> 目が本気だったか大丈夫そんなことはしない なギューってしてもいいかななんだろう今無性にギューってしたいんだいいかお前はよく頑張ってる休みの日も一生懸命こうしたらもっと良くなるんじゃないかって考えたり そこまでやってるのも知ってる頑張ってるから本当はもう頑張れなんて言いたくないがこれ以上頑張ったら壊れてしまいそうででもそうやって表だって心配されるのも苦手だろ、はああ知ってるよだから今日呼んだんだきっと一人だと 食事だって適当になってしまうんじゃないかって思った。私に何かできることはないかと、君を一人にしたくなかった。嫌なことがあっても、めげないで前向きに進もうとするところがすごく好きだ。かっこいいって思ってる。だからこそかな。私が一息つける場所になりたい。 癒し系まではいかなくてもここだったら安全そう慣れてるかなだといいな今みたいに少し強めのハグがいいうまく言葉にできないんだが好きって言ってもらってるような嬉しいか <laughs> 私も同じ気持ちだ なんだか急に照れてきたなそうは言ってもさっき電話をしたのは私も君と一緒に過ごしたかったからなんだけどさ食事を一緒にしたかったのも本当。そうだお鍋今日さうまくできたんだよ食べるかお腹空すいたろ そうそう。君が鍋に入れると美味しいって言ってくれたやつ入れてみたんだ。丸ごとはちょっと食べにくそうだからカットしたけど。だよな。そのまま入れるのはやばいよな。危うく入れるところだったけどさすがに大きくないかって思ってさ。残念でした。ちゃんと食べやすく切ってありますよ。 ほほらほら、温めてくるから今のうちに手洗ってこいよ。